と A グループではいくつかの交流会の案について方法が出ました。一つ目に Countries is important to exchange opinions for serving globally。本日は第5回在外山口県人会世界大会にご参集いただき誠にありがとうございます。 Hello everyone, good morning, good evening. My name is Tina Sato and I'm the American CIR of Yamaguchi Prefecture.Made from two parts, the first being the outside layer which takes inspiration from the kanji for Yamaguchi, the second being the globe in the middle with the kanji for Yamaguchi Kenjinkai. I wanted this symbol to represent the Yamaguchi that is a part of us wherever we are in the world.ブラジル山口県人会会長伊藤紀美子様です。ペルー山口県人協会相談役藤井孝彦様です。メキシコ山口県人会会長村上昇進様です。ホノルル山口県人会会長若竹正美様です。カウアイ山口県人会会長新谷松波シェリル様です。では続きまして、ハワイ島山口県人会会長、三宅ロバート様です。サクラメント傍聴同志会副会長、広本スティーブン正幸様です。シンガポール山口県人会会長、内藤武様です。上海山口県人会会長矢田部拓彦様です。関東山口県人会会長梅本正明様です。南下山口県人会会長吉本アルトゥーロ様、 ありがとうございます。これで皆様とつながりました。代表者の皆様をご紹介いたしました。山口県知事村岡嗣政でございます。山口県議会議長でありハワイ友好促進山口県議会議員連盟会長でいらっしゃいます柳井俊学様です。
公益財団法人山口県国際交流協会理事長椋梨圭介様です。周防大島町長藤本清隆様です。山口県議会議会運営委員会委員長島田紀明様です。山口県議会商工観光委員会委員長石丸典子様です。 ASEAN 地域友好経済交流促進山口県議会議員連盟会長吉田光弘様です。山口県ブラジル親善協会会長橋本健二様です。山口県ペルー協会副会長湯田勝司様です。公益財団法人川村義邦記念青少年育成財団常務理事岡孝則様です。第5回在外山口県人会世界大会の開催にあたりましてご挨拶を申し上げます。ここで改めて申し上げるまでもなく、山口県と県人会は共に歩んでいく大切なパートナーです。時が変わり人が変わってもこの関係は変わることなく、これから先の時代も絆を深めて互いを支えながら力強く共に歩んでいかなければなりません。山口県国際交流協会理事長の椋梨でございます。在外県人会の皆様におかれましては、先人の切り開いた希望の地で苦難を乗り越え大きな足跡を残してこられましたこと、そして山口県との架け橋としてこれまで多大なご貢献をされておりますことに、改めて新人なる敬意と謝意を表すものでございます。山口県出身の皆様、山口県にゆかりのある皆様を代表いたしまして、ブラジル山口県人会会長伊藤紀美子が一言ご挨拶をさせていただきます。この2年間コロナ禍で皆様方の県人会でも随分とご苦労がおありであっただろうと推測いたします。その間世界はオンラインシステムが発達し、会議もオンラインで簡単に行えるようになりました。そして本日こうして世界の県人会の皆様ともお顔を見て話し合いができるようになり、世界で羽ばたいておられる様子もお聞きする機会が持て心から嬉しく、また励みともなります。これを機会に今後は世界のいろいろな地域で活躍されておられる山口県人会の皆様とより深くより強く友情と絆をつないでまいりたいと思います。山口県議会議長の柳井俊学でございます。それぞれの国において輝かしい業績を上げておられる皆様は、現地でお暮らしの山口県民の拠り所であるとともに、県にとりましても誇りとするところでございます。今後とも幅広い交流をさせていただきたいと考えております。周防大島町長の藤本清隆でございます。こうしてふるさとである山口県民との相互交流を図ることで、ふるさとを離れた方々の郷土への誇りを高め、ふるさとを通じた絆を確かめ合い、つながりを守っていくことは大切なことであると思っております。本日のこの大会がこれからの同志の交流、情報の交換、
そして移住者のネットワークの拡大とさらなる促進につながる契機となることを願っております。Good evening. We will now introduce the activities of Yamaguchi Kenjinkai in Brazil. In February, we are having this annual general meeting. For the past 2 years, the most important thing we did was to encourage our members by publishing a handmade newsletter. Honolulu Yamaguchi Kenjinkai recognizes that Yamaguchi Prefecture played a pivotal role in the modernization of Japan. We enjoy a fabulous brunch and games. So from all of us in Honolulu Yamaguchi Kenjinkai, aloha, and we look forward to meeting you all in Hawaii. Kawaii Yamaguchi Kenjinkai. Kauai County is a sister city with Suo-Oshima. This year will be exciting to share Kauai with a new Yamaguchi University exchange student, and aloha to you from Kauai Yamaguchi Kenjinkai. Who prior to the pandemic participated in many activities in our Hilo community by studying Inari Zushi and Somen, the concession. However, members are still committed to the resumption of activities when it is possible. I am Naomi Suanaka. I am substituting for Ms. Arlene Nakamura. The idea of our Kenjinkai took root around 1905 when several immigrants from Yamaguchi Prefecture. Also in 2015, at the World Grand Meeting, we had our Youth Exchange Gathering. We hope to see you all again, and hopefully soon. Pre-COVID-19 activities included a New Year's party, where we honor our Kiju and Beiju members. We hope that the disruptions caused by the COVID-19 pandemic will eventually subside. We look forward to a time when we will be able to meet in a more personal manner. Thank you very much. 上海山口県人会の会長矢田部と申します。現在、来年ですね、北京のオリンピック・パラリンピックが開催されることもあるということと、それから中国政府はウィズアウトコロナの政策を続けておりまして、まあ、厳しい貿易措置が取られております。ちょうど明治維新150周年ということでですね、非常に日本側でも4県で盛り上がっているという話を受けまして、こちら上海でも4県合同の県人会を開催をさせていただきました。ではここで村岡知事に皆様の活動報告についての感想をお聞きしてみたいと思います。お願いいたします。本当にそれぞれの地域でですね、大変温かく、我々とのですね、関係を大事にしていただいて、おりますし、また皆様方がですね、ルーツである山口県への大変強い思いをお持ちであることもその都度感じさせていただいておりまして、本当に嬉しく思っています。今回の大会は、まあ、リアルで開けなくて大変残念であります、けれども、先ほど来ご発動をお聞きしておりますと、まあ、実際の県人会のですね、絆を深める活動を続けられたり、あるいはオンライン等もですね、活用しながら工夫して取り組まれている、お姿は本当に感銘を受けました。ぜひコロナを乗り越えてですね、直接皆様方とお会いできることを本当に楽しみにしておりますし、ぜひ各県人会におきましてもですね、今リアルとそれからウェブと両方使いながらですね、県人会の絆をさらに深めていただければと思います。我々との絆もさらにですね、強固にしていただければと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。青年交流プログラムの実施報告をさせていただきます。青年交流プログラムについてご報告申し上げます。プログラムのテーマを、海外との交流やネットワーク作りを進めていくために若い世代ができることと設定し、日本語と英語の2つのグループに分かれてディスカッションを行いました。主催者といたしましては、このプログラムの実施を通じ、
若い世代の方々が積極的に参加できる交流の場の必要性を感じると ともに、このような機会に末永く続く友情が育まれることを願う思いも強くしたところでございます。大会宣言の採択を行います。第5回在外山口県人会世界大会大会宣言、一つ、ふるさと山口の歴史や伝統、文化、自然など多彩な魅力を世界に広く発信していきます。一つ、ふるさと山口と世界の架け橋となる次世代を担う人材育成と県人会活動の活性化を図ります。一つ、これまでに培った山口県人ネットワークをオンライン等新たな手法も取り入れながら発展させ、さらなる交流の促進を図ります。 The Fifth Overseas Yamaguchi Kenjinkai World Grand Meeting Statement Draft. First, we will promote various charms such as the history, traditions, culture, and nature of our hometown Yamaguchi to the world. Second,We will foster human resources who will lead the next generation and serve as a bridge between our hometown Yamaguchi and the world, as well as revitalize the activities of the Kenjinkai. Third, we will develop the Yamaguchi Kenjin network that we have cultivated so far while incorporating new methods of online communication to promote further exchanges. それでは、この宣言案にご賛同の皆様、盛大な拍手をお願いいたします。それでは次期開催地の発表に移ります。第6回在外山口県人会世界大会はアメリカ合衆国ハワイ州において開催することで合意いたしましたのでご報告いたします。 It is with great honor that Honolulu Yamaguchi KenjinkaiHumbly accepts the invitation extended by the Yamaguchi government to co-host the next Yamaguchi World Grand Meeting here in Hawaii. We welcome you and are most excited to host you all here in our beautiful island paradise. Aloha, Hawaii ni irashai mase. はい、若竹様ありがとうございました。いらっしゃいませ、伝わりました。山口県人の皆様方が世界でご活躍をされ、その絆を深く結んでおられますことを感銘をしたところであります。来年は皆さんで力を合わせてコロナ禍を乗り切って、そしてハワイで皆さんと共に再会できますことを楽しみにいたしております。往来が可能になりましたら、ぜひここ山口県でお会いいたしましょう。